特急スワローアカギが運行を終了しました。JR 東日本は今日17日をもって特急スワローアカギの運行を終了します。特急スワローアカギは新宿駅、上野駅と高崎駅を結ぶ特急列車です。2014年3月のダイヤ改正で新設されました。自由席を設定せず、すべての座席が指定席となり、新たな通勤スタイル、スワローサービスを提供しています。スワローの名称は、スワローという意味のほか、ツバメの持つスマート感、スピード感、縁起の良さなどをイメージして名付けられました。現在は、651系によって運行されています。しかし、今年春のダイヤ改正により、列車名が特急赤木に統一されます。このため、特急スワロー赤木としての運行は、ダイヤ改正前日となる今日17日で終了します。また、特急赤木へ列車名が変わることに伴い、E257 系リニューアル車両が投入され、これまで活躍していた651系線番台は定期運行を終了します。グリーン車のサービスを廃止して、普通車のみの5両編成で運行し、全車指定席にするということです。これで、3月17日の KAB ニュースを終わります。